皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、戦闘中を想起させる、こちらの双子メイドのフィギュアです。E、ゼロから始める異世界生活、ゼム、ミリタリー、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、フリューさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ロズワール邸で働く双子メイドの妹のレムが、オリジナルデザインの武装メイド衣装姿で、7分の1スケールのフィギュアになりました。しんどい！星が頻繁に供給くれるのと、あたいしんどい！可愛らしいメイド服姿でありながらも、本格的なミリタリー装備となっていますよ。武装や装備、ダメージを負った衣装など、細部まで、丁寧な造形や塗装が施されています。また新たなレムリンの魅力が、楽しめるのではないでしょうか。こんなのもあるんだ。手にしたライフルに腰に取り付けた装備が、リアルに作り込まれていますね。ミリタリー好きな人には、たまらないポイントではないでしょうか。キリッとした表情をしたるムリンから、戦闘中の緊張感が伝わってきそうです。粉砕玉砕大喝采！靴紐やヘッドホンなど、ところどころに、姉であるラムのイメージカラーのピンクが差し込まれています。レムとラム、二人の姉妹の絆を感じられるエモさがあります。通信機器に耳を当て、戦いの中でダメージを負ったニーハイソックスなど、まるで目の前で、激しい戦闘が繰り広げられている光景が浮かんでくると思います。オロボス、貴様を、すべてを！リアリティのあるミリタリー装備でありつつも、可愛らしいおへそがちらりと見えています。レムリンのおっぱいのボリューム感も、バッチリ再現されていて最高です。スカートからちらりと覗く太ももは柔らかそうで、角度によってはパンツが見えちゃいそうです。子犬のような目で見られても、ダメです。また、別売りのラムのミリタリーフィギュアと並べれば、より激しい戦闘中の雰囲気が味わえると思います。姉妹の絆の力で、激しい戦闘をも攻略してくれるかもしれません。戦闘中の、緊張感あふれるレムリンの姿をご堪能ください。さあ、満足させてくれよ！こちらのフィギュアの予約は、9月1日までです。こちらは、2024年3月に発売です。そしてお値段は、23,650円です。このフィギュアをお迎えしたら、戦闘中での緊張感のあるレムリンを、SNS などで広めてあげてください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を、下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして、注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。